さあ中島克彦がハイキック、会心のハイキック一発決めたんですが、野獣はゾンビのごとく蘇ってきた。んここでまたグラウンドに持ってくるぞ。お、なんだインディアンデスロックのような体勢。足を固めています。落ちろ。これ監獄固めじゃない。そうですね、監獄のようにも見えますね。おい、おら、お、中島克彦上から挑発、そしてこのグローブのような手のひらで顔面張っていく。うわー、痛そうだこれ。おお、野獣が楽しみ始めました。楽しんでる。うわー、中島が下から、チャンピオンは中島です。しかし、おお、藤田がまた足をねじ曲げる。やばいやばいやばい。ちょっと武藤選手、この精神的に藤田が優位に立ってますね。なんかこいつ魔族系があるね。なんか魔族みたいな、やられて喜んでるみたいだね。いや、まあ相手の技を全部受け切ることでね。さあ、おっと、武藤選手の4の字か。はい、あ、うん、武藤選手のアピールをします。まあ、実はこの藤田和幸というのは器用な選手でして、奥の手としてフランケンシュタイナーもあります。以前塩崎との GAC 戦で見せました。武藤選手、フランケンシュタイナーは彼は若い頃から使ってますよね。あの、意外とね、瞬発力があんだよな。運動神経いいんだよ。そうなんですよね、でかい割には、この肉体でスピードもありますし。いや、さあ、足を同じがため、先輩の武藤選手を意識するようなパフォーマンスも見せました。余裕を余裕が伺えます。さあ、ロープにスケープした中島。松井さん、いかがですか、ここまでは。いや、ちょっと藤田選手、怖いな、やっぱり。うん、初めて試合で見た時も、やっぱり藤田選手だけ名前すぐ覚えましたからね。なるほど、やばい人いるって、ね、その本能でちょっとやばいんじゃないかなって感じますよね。そうですね、危険な、試合するから。さあ、スリーパーホールド、藤田和幸が試合の主導権を握りました。挑戦者の藤田、ハイキックを食らいまして、序盤危ないシーンがありましたが、すぐに立て直しています。中島、ノー、オッケー、ノー、ノー。まあ、王者になっての中島は、松木さん、はい、ね、あまり苦戦している印象がないというふうにね。そうですね、なんかあんまやられてる印象がないというか、はい、堂々とね、ただ今日はちょっと苦しそうな表情が目立ちますよね。ゲームアップ中島。さあ、スリーパーホールド、この藤田のスリーパーも危険であります。あらら、危ない危ない、大丈夫かよ。危ない危ない、中島呼吸が荒くなってきています。この丸太のような腕、これで締められるわけですからたまりません。中島、やっぱり武藤選手、中島選手はキック打てるように立って勝負したいですか。そうですね、まだそこまで、まだ一発いいの蹴り入ったけど、そこまで見せてないよね、まだね。ああ、藤田が上になります。あ、これも中島苦しい体勢になる。この上からのスリーパー、かなり首に食い込みます。おっと、中島が咳き込んでいる。10分が経過しました。ちなみに藤田は2年前の塩崎との GHC 戦では57分47秒戦っています。ただそのうち30分は睨み合いに費やしています。ね、何なんですか30分に。いや、私もあの時実は実況してたんですけど何をびっくりしました。動かないんで。そうですよね、よくそれ実況できたね。はい、いや、まあ、30分だって分からなかったんでもう何を喋ってんだよ。ずっと喋ってましたけどねすごいな。でもちょっとビクッと動くんですよ。あ、汗が垂れてきたり、ちょっとこう足がピクッと動いて、あ、動くかなっていうのはずっとあったんで、常に戦いは続いてましたね。はい、さあ、その戦いから、おっと、張り手、中島。中島もタフです。さあ、座り込んでいる藤田が下から挑発します。中島が睨みつけている。
5度目の防衛戦にして最強の挑戦者が出現しております。中島克彦、この距離